料理が久しぶりに出てきました。お疲れ様です。本日はここの枝を片付けていきます。これはどんぐらい前だ？結構前だよね。ヒノキとか切ってくれた。そうだね、その時か。時に出たもの。まあ、クリーンセンターに持っていこうと思ったけど、これぐらいだったら粉砕機でいけなくもないっていう感じだったんで、チッパーにしていきます。まあ、根っこは中で絡んじゃって詰まっちゃうんで、粉砕できないんですけど、こいつならまあ硬いからできるんで。ポスターもちょうど良さそうですね、うん。まあ早速やっていきます。よし。これじゃあ役割分担。意外と、いやでも意外とあれだな、分かれてるんだから枝分かれが多いな。ちゃんとまっすぐにしてかんと詰まっちゃうから。ぼ中は土になってますね。もう手でもうわっ、ヤモリが久しぶりに出てきました。今日のヤギ、はい、だいたい1時間ぐらいで終わりです。かなりすっきりした。こいつはそれはちょっと粉砕機で、そうだね、ちょっと太い綺麗なやつだね。まあ巻きにするか、ちょっとねあんまり状態も良くないで、捨てちゃうか入れちゃうか。そうだね。じゃあそんな感じで。そうだね。終わりです。はい。雨も降りそうなんで。本当だ。それでは、本日の動画は以上になります。本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。